さこんにちは絵画プロカ金子でございますこちら少女の描かれた絵はですね藤井弁さんの作品でございますもう現代日本画のですね洋画の洋画団の巨匠といえばですねもう本当にまあ藤井弁さんたくさん作品を描いていらっしゃいますけれどもまあ中でも有名なのがこの少女のモチーフですねこれは野原の 髪飾りということでここにアクセントが一つありますけどもまあ藤井弁さんのお作品まあ生物画もございますんですけどもやはりこういった少女を描いた作品がですね非常に根強い人気を得ていらっしゃいますこうしたちょっと装いがですねいつもの洋服と違う服装なんかはですね昔よりも随分こう値段が逆に上がってきているものもございます 残念ながらです、ね、今ちょっと景気の停滞期もありましてです、ね、年々、少しずつですけれども、洋画の相場もです、ね、落ちつつあるんですけれども、藤井弁先生の作品の場合にはです、ね、一度、ちょっとこう下がってた時期もあったんですけれども、今、グググッと内容のいい、書き込みのいい作品なんかは、以前の水準に戻ってです、ね、グググッと今、上り調子で上がっております。ですから、藤井弁さんの作品、売るなら、今が一つのチャンスかもしれません。 えまあ残念ながらですねちょっと生物ですとか、あるいは猫を描いたモチーフはそれほど大きな変化はないんですけども、えー、こうした少しこうちょっとあしらいの気の利いた,です、ね、こういった婦人像は少女像はですね非常に今、評価上がってきておりますので、ぜひ今、売るタイミングだと思いますあのぜひ評価をさせてていたただけたらと思っております。 藤井弁さんの作品、えー、きちっと評価してお答えしております。特に少女で、えー、しっかりときっちりと密に書いてあるものはですね、えー、近年高くなっておりますので、えー、ぜひこのフリー冬ダイヤルまでまずご相談いただきますようにお待ちしております。